おはようございます。石原誠さんのすすめ将棋は中から30問やっていきたいと思います。今時刻は6時3分なんですが、朝活でですね、30問と50問やってまして、3手詰めですね。でその後に、5手詰めをですね50問やってるんで、毎朝、130問を解いて、でそこからピオ将棋するっていうのが朝の将棋の日課にしてるんで、まあ結局羽生善治さんが言ってたことから始めたことではあるんですけど、やっぱり調子のいい日と調子の悪い日っていうのはなんかこうなんとなくこう感じるなと。でなんか脳科学的にもですね、もう詰将棋をすること、その脳の認知的なことですよ、考えれば、は詰将棋とかがすごく合ってて、で手筋とかその囲いとか戦略とかを学ぶんだったら寝る前が有効みたいな、なんかそういうのがあるみたいで、やっぱ羽生善治さんが言うことは間違いないなっていうふうに思ってるんで、今日もね将棋覚えて頑張っていきたいと思います。ああもうすぐこれですわ。今ですね、羽生の頭脳という本も借りてきたんで、ちょっとね最近、将棋ウォーズだったりとかピオ将棋とか対戦もねちょっと頑張っていこうかなっていうふうに思ったりしてるんで、やっぱ対戦してなんぼですし、結構戦ってて詰将棋が生きてるなってことも感じたりはしてるんで、でもそのためには詰将棋だけじゃなくて、まあ思ってんのは王の囲い方ですかね。僕今王の囲い方ならないといけない、王の囲い方を覚えるのが嫌だったなって思ったんでしょ、将棋の。僕が子供の時に将棋をやめた理由の中の一つに、なんかこの矢倉とか囲い方ってあるじゃないですか、それを覚えるのが嫌だなと思ったんですよ。で最近将棋始めた時にも結局矢倉だとか雁木だとか、あと戦法としてもいろんなことを覚えないといけないわけですよ。この棒銀だ振り飛車だとか、なんかそれが嫌で、だけどこう将棋を戦ってて、今ピオ将棋で8級ですかね、まあ勝てたり勝てなかったりみたいな感じなんですよ。でその時に感じるのが、ああやっぱりこう矢倉組んだりとか、相手が降ってきたらどういう風に戦うとかっていうのは覚えないといけないなっていうのはようやく感じてきたんで、序盤戦中は適当に僕矢倉的なこと組んだりとかで、相手が降ってきたりとか中飛車に来た時に、あれこれってどういう対応すればいいんだっていうのがあんま分かってないんで、でそれが分かってないと、まあ AI しかり、まあ対人戦しかり、まあケチョンケチョンにやられますよ。やっぱそこのところまで覚えてやっていかないと、せっかくこう詰将棋をたくさんして、まあ終盤力はですね、まあある程度ついてきてるのかなとは思うんですけど、序盤戦でついたこの圧倒的な差ってやつですよね、それをやっぱね中盤終盤で取り返すっていうのは結構しんどいなっていうのは感じてるんで、こっちじゃねえな、こう取り返すためにもやっぱり学ばないといけないな、ならないといけない。ということを思ってるって言うんですね。まあでそれで一番いいのは、結局のところ羽生善治さんの羽生の頭脳と羽生の手筋に全部書いてるんで、まあ、それしながら将棋世界ですよね。で将棋世界のこの応募をしたいんですよ。詰将棋しかり、まあいろんなのが載ってるんで、で難易度が高いやつだと17手詰めとかなんですよ。でそれを解いて応募したら、なんかこの称号がもらえるみたいな、なんかそういうのがあるんで、ちょっとね詰将棋を頑張って解くってのはしたいなと思って、十何手詰めなんで知ることが解けるかどうかわかんないんですけど、まあチャレンジしたいなと思ってるんで、
将棋世界から学べることはすごく多いって僕は思ってますから、羽生善治さんの方の法則と将棋世界で最新の形を学ぶと。で、今度女流の棋士が生まれたら女流さんの本っていうのは増えてくると思うんですよ。僕の中ではやっぱ女流さんの本から学びたいなってのは思ってるんで、やっぱプロのね、天才の本ってのは役に立つようで役に立たないですからね。天才すぎて役に立たないんですよ。このゴルフのレッスンでもちょっと言われてて、男子プロのレッスンって真似することができないから、アマチュアでは。だから女子プロゴルファーのやり方を真似るっていうのは王道らしいんですよ。実際男子の方がパワーがあるのに女子ゴルファーの方が飛ばしますからね。まあ、それは体の動かし方とか、その可動域とか、まあ、力を込めないでとか、いろんなのがあるんで、やっぱそういうとこから学ぶことってのはあるし、最近聞き手の女流棋士の話聞いてたら、なんか考え方やっぱ AI のところだったりとか、いろんなこと勉強してて、まあ、主婦目線みたいなところもあったりとかしてて、やっぱ面白いなって感じるし、ああこういうことだよなみたいな、先入観にとらわれないみたいな。だからこう棋士の方とか、特に年配の方の棋士って、それを否定するとかじゃないですけど、まあ、考え方が柔軟かい本当にみたいなことは感じることがあるんでね。これはどうだい、香車打ってか、で金打って飛車ですね。将棋は面白いですからね。最近は本当にタイトルマッチしか見ないんですけど、女流同士の戦いも、将棋アプリを入れば見れたりもするんですよね。まあ、あんまりそんなに将棋のトレーニングして、で将棋のこと見てたら一日過ぎちゃうんで、まあ、将棋のトレーニングしながら本見ときゃいいんでしょうけど、ただそうするとね、一日の時間がないんでね、時間なんて作れって話ですけど、ちょっと頑張んないと。なんか試合の中身とかは将棋世界の方で学んで、ちょっとこれ面白そうな試合だったなと思ったら、実際見るみたいな、感想だけ聞いてとか。くっ、アホや。作業っちゃ作業なんですけど、あ、こういうのですよね。で、5手詰めもちょっと覚えてきたんで、さすがに7手詰めに挑戦しようかなとは思ってるんで、まあ実際のその盤面というか AI で戦ってるんですけど、まあ、7手詰めまで先を読むことってそんなにはないような気はしてて、まあ、実際僕レベルだと、まあそれでもやっぱ今やってる最高は5手詰めですけど、7手詰め9手詰めとか、そこまでできるようになってくると結構レベルが高くなってきてるのかなというふうに思うんで、まあ、3手詰めでも全然楽しめるっちゃ楽しめるし、勉強になるなってことは感じるんですけど、まあこの正直3手詰めだったりとか、さっきの将棋とかだったら、まあ本当に頭を起こすとか、学んだことをしっかりと思い出すぐらいなレベルの話なんで、まあそれのレベルをどんどん上げていって、それが5手詰めと、7手詰めになっていくとより一層いいかなとは思ってるんで、まあ、それが
ずっとこれ続けていったら朝の頭の体操が13手詰めとかになってるかもしれないですからね、本当に。朝ちょっとなんか今日コンディション見るかと思って13手詰めを10秒で解けないと、あ、今日ちょっとコンディション悪いなみたいな、なんかそういう風に思い出すかもしれないですよね。継続性ですかね、とにかく。一時期この朝の詰め将棋をやってない時があったんですよ、まあ、サボりですよ単純に。そしたらもう全然できなくなりますからね、ちょっとサボると3手詰めとかそういうのってすぐできなくなるんで、もうどん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 積み重ねてやって、継続性ですよ。筋トレと似てるなとは確かに僕は思うんですよね。増田八段が言ってたみたいに、とにかく筋トレも継続性ですし、まあ今やね棋士も運動してたりとかっていうのもあったりしますから、最近の話題だったら藤井聡太さんがこのエクササイズバイク買ったみたいな、まあもらったのか商品で、単純に、将棋の勉強だけしてりゃいいってわけでもないし、 AI をに頼って AI のトレーニングだけするっていうのも実はちょっと今微妙みたいな形になってきてるっていうのもあったりしてるんで、AI が推奨されながらも非 AI というかそっちの方も必要になってきてる。だからただ語り手とか解説者って形になるとやっぱ AI のこと知っとかないと、 AI の最善手ってのを説明してきますから、だから試合に勝つことと解説することっていうのは結構違うと思うんですよ。AI が指していくのは最善手ですから、それ以上の手をちゃんとこう説明しないといけないし、今大変じゃ大変だと思うんですよ。 AI の出す最善手以外は基本的にはミスみたいな、でも相手のはそれを分かってますから、だから必ずしも最善手に対して最善手を指し続けること自体がいい将棋になるかどうかっていうのは微妙ってことですよね。変な話、見てる人が最善手を指し続けてたらまあ勝てたりもしたりすることあるかもしれないですからね、最善手をずっと追い続けていけば。でもそれじゃ面白くないよねってことだと思うんで、 AI が思いつかないような、まあもう AI が思いつかないような手を指すっていうことはもう今の現状の世の中じゃありえないと思うんですよ。この間は藤井聡太さんが渡辺明さん九段ですよねに 99% から、大逆転勝ちしましたってありますけど、あれも渡辺さんが詰める状態の時に詰めれなかったっていうだけの話で、大逆転したとかでも、まあ、話の流れとかもあったっていうふうに僕は思ったりはするんですけどね。